美濃駅は大阪府美濃市美濃一丁目にある阪急電鉄美濃線の終着駅である。阪急電鉄の各駅のうち標高が最も高い。駅番号は HK-59。もともと美濃滝や滝安寺を訪れる観光客の輸送を目的として美濃線が付設されたため現在の市街地の最も北端の山裾である。 美濃大滝道の入り口に駅が設置された。開業から大正期までは折り返しを、ラケット状のループ線で行っており、ポールの付け替えの手間を省いていた。また、開業当時は、石橋駅が、デルタ線となっていたため、梅田から当駅まで来て折り返し、宝塚へ向かう電車も設定されたと言われている。ループ線内には、美濃公会堂という劇場があったが、 大正中期に宝塚市に移築されて、公開堂劇場となり、宝塚少女歌劇の公演が行われるようになった。かつては、観光馬車が駅前に待機しており、美濃公園まで利用できた。串型ホーム2面2線を有する地上駅である。ホーム有効庁は8両編成分。駅舎は、ホーム東端部にある。1号線の未両側をホームに挟まれており、 島式タイプとなっている2号線側のホームを、降車用として使用する。日中は1号線のみを使用している。朝夕ラッシュ時以降2号線に1本留置させている。また、降落シーズン時に線内折り返し臨時普通列車が運転される際も2号線が使用される。駅構内、改札外に足湯が設置されていた。足湯の隣には、 美能の交通、観光案内所が併設され、美能市内の観光案内及び鉄道とバスの、回数券、定期券の販売といった業務を行っていた。また同じく駅構内に足湯を構える、九州旅客鉄道の湯布院駅及び、京福電気鉄道の嵐山駅と足湯三姉妹と銘打った、姉妹提携を行っていた。2021年3月31日をもって、 営業終了。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は17,149人である。近年の特定日における1日の乗降、乗車人員数の推移は、下表の通り。駅の西側を美能川が流れている。駅の改札口を出て、北側が美能滝へと向かう道であり、途中、美能温泉や美能公園昆中間。 滝安寺が存在している。駅の東側を少し行くと、大阪府道9号美濃池田線の美濃を2丁目、交差点である。なお、勝尾寺は当駅より、北東方向へ 6.5km であるため、千里中央駅、または、北千里駅からの半急バス29系統の利用が、市弁である。以前は、日宿日限定で、当駅より直通バスも運行されていたが、 利用客金賞により短期間で廃止された。駅前ロータリーに阪急バス、美濃とオレンジ譲るバス、美濃駅バス停があり、以下の路線が乗り入れる。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、3番乗り場、詳しいルートは路線図を参照。ありがとうございます。